2と i5 っていうのを割り当ててるわけですけれども、新たな、応募者 i1 も一緒に考慮して、i1 と i2 に暫定的に席を割り当てて i5 を、拒否します。でそうすると i5 は、自分の次の選択肢である s3 に、応募すると。で、s3 は、暫定的に割り当てている人は i3 と i4 がいるわけですけれども、i5 が一緒に、新たに応募してきたので、で、しかも、S3 の方は収容は定員が3名なので、この全てに対して暫定的に席を割り当てる。でそうするとステップ4でもう拒否された学生はいなくなるので、アルゴリズムは終了して、ということで結果はまあこういうふうになりますよっていうことです。で、いうことですね。大体いいでしょうか。非常に重要なメカニズムなんですけれども、まずちょっとアルゴリズムってものは馴染みない方が多いと思うので、何が起こっているかっていうと、特有サイドマッチングの場合に、それぞれの、まあ、プレイヤー、生徒とか学校とかに、好みの選考リストのランキングを提出させるんですね。でガーって全員からランキングを集めてきて、実際にこれステップ1とかステップ2には書いてあるんですけど、現実にはコンピューターにポンって入れて立ちどころにそのマッチングの結果が出てくると なってるんですけど、中でそのコンピューターのブラックボックスの中で何が行われてるかっていうと、ここでのステップのようにまず、まあ、学生サイドの第一希望をバーッと列挙してみて、で仮に割り振ってみると、でもしも学校の定員内に収まっている場合には全員を仮マッチさせると。でもし定員あふれた場合にはあらかじめ優先順位決めておいて、優先順位で、定員までその優先順位の高い人を選んで、で仮マッチさせる。でここが仮マッチだっていうのはこのゲールシャープレーの一番重要なところで、その第一ラウンドで決まった学生がもう本決まりじゃなくて、後から優先順位のより高い学生が来たらキックアウトされる可能性がある。そのちょっとした推測っていうのが決め手になっていて、でこの後のストラテジーフルとかの結果が試していただく、そういうことなんです。ちょっとさ、この場合はあれですよね、学生有利なマッチングになるんだけど、それはユニークなんですよね。それは、どういうユニークなんですけれども、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、外性的にそのタイブレイクをしてるんで、タイブレイクをした後の学校側のプライオリティに基づくとユニークになっているということですよね。実際にはそこがランダムの要素が入ってくるんで、これ今回の勉強会では触れないですけど、後々そのランダムレスっていうのがどういう構成上の影響を与えるかっていうのも僕の研究とかでやってる話になってくるんですけど、ちょっとマニアックなんで今回はそこは、あと さっきちょっとしたたらずになっちゃったんですけども、例1のその選考のところで i1 から i8 の選考ってありますよね。でこれは、まあ、必ずしも真の選考である必要がなくて、こういうふうに、それぞれに全ての学校に対してランク付けを出してもらうと、ね、そしてランク付けを出してもらえばこういうアルゴリズムに従って結果が決まっていくということです。でこの後むしろプロポジションでこういうメカニズムがあるときには、その全ての i1 から i8 の人が本当に自分が持っている、プレファランスをリストとして提出するのが最適になってますよっていうのが、それがストラテジープループですということになりますので、最初から真の選考がここにリストされたというふうに考える必要はないということです。で、ここで、ですね、もう一回その正当なジャスティファイドエンビーが、ないっていうことが、このマッチングの、結果に関しては重要な性質になっているということですね。これは、カレッジアドミッションプログラムで安定的な結果をこのアルゴリズムが生み出すというのと全く同じことです。でさらに、それに加えて、2つ望ましい性質を持つと言っていて、でそれが命題1と命題2 ですけれども、命題1はゲルシャプレーの学生最適メカニズムというのは、正当な戦法がないようなどのような他のメカニズムをもパレート支配する。だから正当なジャスティファイドエンビーがないような中では一パレート最適な、メカニズムになっているっていうのが、命題で、命題には、先ほど言っちゃいましたけれども、このメカニズムでは各人は自分の選考を、そのまま言うことが、トゥルーステリングすることが、
支配戦略になっている、どのような場合にも最適になっているということです。でところが、ロスがですね、この学校選択メカニズムの文脈において、考えると、安定性とパレート性、効率性には潜在的にトレードオフが存在しますよっていうことを、挙げていると、例を挙げていると。で、それが例2なんですけれども、さっきよりかなり簡単なバージョンで、3人学生がいて、3つの学校があって、すべての学校は定員が1名であるというふうにしますと。それから学校の優先順位と学生の選考は、7ページの一番下に挙げたようなものにしますと。でそうすると、先ほどと同じようなメカニズムに従って、アルゴリズムを動かしていくと、1番目の人は1番目の学校、2番目の人は2番目の学校、3番目の人は3番目の学校というふうになるんだけれども、実は、1番目の I1 さんは、S2 の方が S1 よりも好きなんですよね。それから、何ページの下見てください。でそれから、I2 さんは、S2 よりも S1 が好きというふうになっています。で従って、I1 と I2 の間で、この S1 と S2 を交換すると、まあ、両方とも良くなるわけです。ですので、この2番目の、8ページの2番目 の, その組み合わせに、これをあの安定アルゴリズムの結果っていうのはパレート支配されている。でもちろんこの2番目の結果っていうのは、ジャスティファイドエンビーがを持つことになります。実は I3 の人はそれに異議をね、こう申し立てるっていうことが、あるような結果になっていますが、いずれにしても、パレートエフィシェンシーとは両立しなくなっているっていうことの例が挙げられています。で次に、トップトレーディングサイクルメカニズム、ちょっと一点だけ確認いいですか、はい、これ、うん、さっき の, そのゲール・シャープレンアルゴリズムの説明のところで、うん、初めから学生最適なメカニズムっていうなんか形容詞がついてるんですけど、うん、これはその命題1みたいな結果が成り立つのでこのメカニズムのことを学生最適っていうふうに、いや、それはだから、もともとのゲール・シャプレっていうのは、さっき安田さんがおっしゃったように、例えば男女 の, あ の, のマッチングみたいに考えると、はい、男の方からこう申し込んでいってっていうふうにすると、男にとって一番最適なあの結果が生まれるわけで。今の多分成田君のポイントは正しくて、これ多分普通呼ぶときはなんかメンプロポージングとかスチューデントプロポージングのメカニズム で結果として、学生サイド、まあ、提案オファーをこう出していく